ただいま参上つかまつった。これはこれは、お待ちしておりました第一の牙マトローナ殿。それは頼もしい。美しき戦士たちよ、私はリオネス王国聖騎士ギャノン。してその後ろの娘は？我が部族の精鋭ディアンヌ、腕は私が保証しよう。リオネス、ひょっとしてこの騎士団にメリオダスが？メリオダス。ああ、敵の蛮族はどこに？気配が感じられんようだが。どうやら奴ら呪術師の力で姿を消したらしく。ところでギャノン殿、それは厄介だな。ん？マトローナ殿、向こうから何やら音が。ん？誰もいない。今度は向こうから声が。はあ、おお、マトローナ！やったぞ！なんだと引っかかりやがった。僕たちを騙したの。蛮族千匹を撃つよりも巨人一匹を撃つ方が功績は大きい。魔力、こんなしょぼい魔力でも使い方一つでこれほどの相手も落とせる。いかがですか、私の魔力ホローサウンドは。さあ皆の者、一気に巨人族を仕留める。あ、離れ、撃て撃て撃て。一発でいい、必ず当てろ。マトローナ、大地を操る巨人族を舐めすぎだな。この矢、竜を殺す猛毒はさすがに効き目が早い。マトローナ、毒、その身を鋼とかす巨人族でもかすかな傷さえつけることができれば十分こと足りる。マトローナ、生きろディアンヌ。絶対ダメだよ、一人で勝手に死ぬなんて許さない。これであなたも一貫の。これが戦いというものだ。いい加減に甘さを捨てろ。ひどい、ひどいよ。お前が一人でも生きていけるよう、私の妹として強く育ててほしいと。どうしてこんな時でもそんなことを。お前の父と母に頼まれたのだ。こうして泣いてるお前にかけてやることはさ、思いつかない。戦うことしか知らない私には、お前に戦う術しか教えてやることができなかった。あとは自分で自分を守るしかないぞ。以上になれ。今だ、殺せ。僕はアトローナのようにはなれないよ。どこまで甘いんだ。その気になればお前はこの私すら足元に。王国に戻り報告しよう。なんて報告すれば。マトローナ、そんな嫌。考えがある。メガドーザの方角は北、距離にして300マイル以上だ。ディアンヌ、無事ならいいのですが。巨人族ディアンヌ、汝は力への嫉妬ゆえに王国の友たる戦士マトローナを毒殺、その滞在下越にして収穫、よって斬首の刑に処す。さらに口封じのため無辜なる王国騎士330名を斬殺。その判決待った。何者だ？この俺、滞在人メリオダスがもらい受ける。国王陛下直々の命により、巨人族ディアンヌの身柄は俺にはその責任があるからな。必ず連れて帰るさ。